皆さんこんばんは。アニメリアク職人こと町田女芸人浜です。現在は2023年3月18日午前5時32分ですね。はい、ちょっと寝る前にやっておきます。響けユーフォニアムクイズ上級1ですね。いきます。主人公たちが所属している吹奏楽部といえば何高校か。北藤高校。響けユーフォニアム作者といえば武田彩乃。加藤葉月は中学時代の時は何部だ。テニス部。吹奏楽のコンクールで上位大会に出場できない金賞の通称はダメ金である。できない金賞の通称は丸やな。塚本修一の高校での担当といえばトロンボーン。担当楽器はテナーサックス。大前久美子とは幼馴染である3年生といえば、斉藤葵。加藤葉月は自分のチューバにチュパカブラと命名した丸。やる気のない部員だった2年のチューバ担当の女性といえば中川夏樹。春夏秋冬で揃える。サンフェスはサンサンフェスティバルなわけで、いやサンライズフェスティバルね。水井の仲間の異名で呼ばれている強豪校といえば立花高等学校である。丸。あ、終わった。簡単。はい、よかったらチャンネル登録高評価またコメントなどよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。